ネ姉さんチェーン、強かったですね、うん、本当にね、もう素晴らしかったです、まあ、この北京五輪もね、まあ、あの金メダルにこう一番近いということで、まあ、かなりね、あのやばかったんですけど、まあ、4年前のピョンチャン五輪の時も、実はね、一番金メダルに近いんじゃないかというところで注目あったんですけど、えー、そこで団体戦も含めてあの失敗しちゃったんですね。 でも、あのー、今回だからこそね、まあ、絶対何が何でもこう金メダルを、まあ、取りたいということでですね、ネイサン・チェン、あのー、技術もそうですが、まあ、特にこう精神面をこう鍛えてきたわけですね、うん。精神面ね、この4年間ずっとこう鍛えてきました。でもう持っているものに関しては本当すごいので、あとはもう試合でそれが出せるかどうか。 というところがまあ非常に重要と。そして、オリンピックですね、特にオリンピック。まあ、このオリンピックで力を出すというところが非常にまあ重要なんですね。うん、で、その、えー、オリンピック、この団体戦で、まあ、ここまですごい演技を出したっていうのは、もう本当ね、うん、精神的なところ、かなりね、成長して、まあ、北京五輪にやってきたのかなっていうふうに僕思うんですよ。うん、だから本当にね、 あの恐ろしいですね、うん、すごいと思いましたもう純粋にね姉さんチェンの演技良かったですようんあのまあ日本人としてはやっぱり羽生選手に頑張ってほしいなってあるんですけどもうやっぱりまあフィギュアスケートが好きな身としてはね姉さんチェンの演技良かったうんあとラ・ボエームに変えて良かったと思いますねまあ音楽もこう変更してますからね今回、えー、まあ全米選手権からね曲を変えたんですけれども、えー、まあ この曲の変更っていうのも結腸に出たかなって思いますね。あの、吉とで吉と、えー、出たかなって思いますね。うんまあ、これまでのあのショートに関してはなかなかね。ちょっと不評っていうのもありましたし、あんまりこうしっくりこなかったっいう部分があったんですよ。うん。でもまあ曲を変えてまあ、新規一転してさらにこうね。良くなったかなって思うので、えー、かなり万全な状態で、この北京五輪を、えー、自信を持って迎えたかなって僕は思いますね。うん。 でジャンプに関してはもう本当の、えー、かなりキレがあってあの全米選手権とは比べ物にならない以上比べ物にならならいくは良かったですね、うん、ちょっと全米選手権のときはすべてのジャンプが窮屈な感じがあったんですよ4回転ルッツもフリップもねでもそういった窮屈な感じはなくすべてのジャンプが非常に綺麗に流れてました。うん えー、鋭鋭いジャンプなんですけど、着氷が非常に美しく綺麗に流れていました、だからギリギリまでね、相当トレーニングを積んでき、えー、たのかなって思いますね、それからコンディションに関しても、えー、精神的な分,分,分に関しても、まあ、た、え、ぶ、ー、心理療法とかしたのかもしれませんけど、そういったあの取り組みとかもね、努力っていうのが、まあ、このオリンピック、生きたなっていうふうにすごい思いますよね。うん あのトリプルアクセルのところでちょっと詰まったかなっていうのあったんですけど、でも全然問題なかったと思いますね。まあ、それよりも4回転ルッツ、トリプルトーループのコンビネーションジャンプ、4回転フリップ、この難しいあの4回転アクセルを除いて、一番難しい、ね、2つの 4, 4回転の種類のジャンプを持ってくるっていうのはすごいことですので、まあ、そういった意味でこれをきれいに質のいいものが止めたっていうのは、まあ、本当に素晴らしいと思いますね。うん。 まあそれからスピン、ステップとかも面も非常に良かったと思うので、まあ、とてもね、いいスタートが、スタートになったと思いますね。うん。まあ、ネイサんチェン、僕、純粋にあの素晴らしいと思ったんで、紹介してますね。まあ、あの、日本人としては先ほども言いましたが、宇野くんもね、あの先ほどお話しした通りなんですけど、よく頑張りましたね。うん。 でまあ、個人戦に関してはやっぱりこう羽生選手とファンの皆さんも、えー、やっぱこれからを個人戦に出るときにね、まあ、羽生君とネイサン・チェンがこう勝負するわけですよねでまああのー、やっぱりネイサン・チェン強いです、うん、今回はネイサン・チェンかなり強いんで、まあ、羽生君がどういう構成をしてくるのか、あのー、そういったところも期待をしていきたいと思っていますちょっとあのー、せっかくなんでプロトコル表を見てみますかはいこちらネイサン・チェン選手の、えー 今、回のプロトコル表になりますす、はい、すごいですね今あのアドリブで見てるんですが、スピン、ステップは全部レベル4を獲得になっています。ここがですね、宇野昌磨君は、一、えー、つあの足換えのシットスピンとステップシークエンスでレベル3になってしまってましたが、ただネイサン・チェーンは全部スピン、ステップ、レベル4を獲得しています。そして、4回転ルッツ、4回転フリップに関しては、えー、こういったあの Q マークとか、それからアテンション、 とかねエッジのあのミスのマークはないですねなので非常に美しいプロトコル表になっているかと思いますはいあのなのでまあそもそも論としてこの四回転フリップジャンプと4回転ルッツジャンプは、えー、ベースバリューですね基礎点これが高いですしあのそこにさらにこう高い G.O.E がまあ加わってきますからねうんなので非常に良かったんじゃないかなと思います ただまあ非常に質は良かっただけにですね、まあちょっとこう点 GOE が抑え気味だったのかなっていうのを今思ってます。全部3ですね。うん。これは多分両手を上げたりとか、複雑なステップとか入っていればね、もっと伸びるのかなっていう感じがあるんで、まあ、 こういうジャッジが普通なのかなっていうふうにもちょっと思いますね。うん。でもこれまでの国際ジャッジよりは少しこう厳しめなのかなっていうね、ところもありますが、どうでしょうかね。うん。結構今回は規定があんまり分かれてないですね。他のいろんなジャッジが。うん。あんまり帰りがないですね。今回に関してはね。まあ、4回転フリップに関しても4と3ですので、でほ,ほぼみんな帰りがない状況ですよね。うん。 珍しくアメリカのジャッジがいませんね。ね、あの、テクニカルパネルを務めてるのかな、今回は。まあ、そんな感じですね。いや、でも、ステップシークエンスはさすがですね。GOE5 がもう3人いるってもう本当ね、すごいことですね。まあ、こういったところで高い過程を積み重ねていくということになるわけですね。 うん、足さばきはやっぱ素晴らしいですからね。で、あの、気になったトリプルアクセルがやっぱ少しこう詰まったかなっていうのがあったんですけども、やはりね、GOE、少しこう、1を出してたりするタッチもいるので、まあ、チャイナタッチは4ですけども、これが少し返りがあるかなっていう感じはあるんですが、まあ、あの、ちょっとこう、点数が伸びにくかったっていうところはありますが、まあ、それでも GOE は1.83とれてますからね、素晴らしいと思いますね。うん はい。というわけで、そうなりました。技術点はこんな感じですね。63.85ということですね。で、えー、宇野くんがね、まあ、60点届かなかったのが、やっぱりこう、あのーえー、スピンですね。スピンでレベル3があったりとか、まあ、GOE がちょっとこう伸びなかったなっていう部分があるので、まあ、そこがちょっとネイサン・チェンと点差がつけられてしまった部分があるかなっていう感じはしますね。うん。まあでも、ほとんど差はないので、 気にする人はないかと思いますが原産ンとしてもねまあ、もうちょっと電子出るかなっていうところあったと思うんですけどどうでしょうかね技術点はこんな感じなのかなうんはい はいそして気になった PCS なんですけど、こうなっております、はいあの。オリンピックだし、あんなにいい演技したら、もう10点、10点、10点、もう10点のオンパレードになるんじゃないかなと思いきやです、ね、結構 PCS も、まあ、抑え気味というか、厳格というか、そういうジャッジになってるかなという感じがありますね。今回、だからジャッジはかなりね、正当というか、 あのいつも生徒にやんなければいけませんがかなりこうしっかり厳格にしているっていうね甘くもなく厳しくもなくでもあのいつもがちょっと甘すぎた部分があったりとかしてちょっとこう見慣れていない感じがあると思うんですけども今回はまずまずだったんじゃないかなと思いますねなんとなく10点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 で結構あ,ったかあるかなと思ったんですが意外とないですしだから結構点数的には まあ厳格ななな点数になっているかなと思います、ね、47.86ですからね、うん。48点とか49点とかね。もう満点に近い点数が出るかと思いきや、意外とちょっと、えー、点数は抑え気味って,みてわけじゃありませんけど、まあ、こういう感じなんだっていう感じですよね。うんまあ、そんな中にアゼルバイジャンが10点をインタープレテーション・オブ・ザ・ミュージック出してきたりとか、えー、あとは10点台は。 ないですかね、はい、エストリアタッチがね、ちょっと9点台がいたりとか、少し厳しめの感じかなっていけるんですけどもね、まあでも平均的にね、まあ9点台中盤、前半中盤、えー、トランジッションは9.39ですけど、まあ中盤前後が出てるよっていうことでしょうかね。 はい、ということは、そんなに突っ込みどころはないですよね。うん、あの素晴らしいと思いました。まあ、団体戦ということもあって少し点数抑え気味なのかなという、ね、そういった感じを受けますね。これがもし個人戦だったらもしかするともうちょっと点数が出る可能性もあるので、まあ、そこら辺も気にしながら個人戦を見ていきたいと思います。まあ、とりあえず良かったですね。もう本当に素晴らしい演技であることは間違いなかったんであので羽生選手に、ね、ぜひ頑張ってネイサン・チェンと戦っていってほしいなと思いますね。うん まあでも、そんなにバカみたいに高い点数になってないんで、これなら羽生選手大,大丈夫って言い切ることはできませんけど、でも羽生の場合、4回転サルコーと4回転のフトーループで、ベースバル基礎点がですね、ネイサンチェーンよりも幾分下がるんですよね。だけど、それでもまあ10 110点をこう優にこう超えていけるだけの実力っていうのは羽生を持ってるかと思うんで、だからまあそんなにね、心配必要,な必要ではないかなっていうふうには思ってますね。うん。ただまあ、 ネイサンチェーンはあのー、かなり精神的に、あのー、上げてきていますしあの先ほども言いましたが団体戦ねあの4年前は失敗してますが今回は成功してるんで、まあ、そこから考えてもうちょっとね、えー、強くなってきてるんで、まあ、気が抜けない戦いになるかなと思います、まあ、非常に面白い戦いになると思うんで、まあ、僕は純粋にね、あのーまあ、羽生選手も応援しますけど姉さんチェーンの演技もいいですね、うんまあ、どっちも頑張っていってほしいなと思いますそして宇野君もですねはい というわけで、えー、皆さんありがとうございました。僕のネイサン・チェーンの演技の感想とプロトコル表の解析については、これで終わりになります。次、えー、女子ですね。まあ、これ気になるんでね、うん、今日本4位とリード、あの4位になっていますから、ぜひね、あの逆転をするためにね、女子のショートをかなりね、応援していきましょう。というわけで、皆さんありがとうございます。終わります。